東京でストリッパーをしているアスタ・カルメンが仲間のマヤを連れて浅間山麓のふるさとの村へ里帰りします。のどかな田舎の景色に似合わぬ派手な姿や立ち振る舞いの二人に村の人々は戸惑いを隠せません。しかし自分たちは芸術家であると信じて疑わない彼女たちはやがて村でストリップ公演を観光することになるのでした。私はモダンな町娘